はい、というわけで今回も風のタクトをやっていきましょう。なぜねここから始まるかというとね、もう前回マスターソードを手に入れてからもうすぐセーブしたんで、もうどっから始まってるかわからんから、もう非常に怖い。やっていきましょう。この恐怖を皆さんと体感しましょう。セナ行きましょう。どこに出るのか、もう怖いよ本当。もう全然怖くなかった。もうオチもなんもないわ。もうやっていきましょうかね。もうなんもなかった、非常になんもなかった。でね、もう昨日からね、もう結構もう鼻水がもうジュル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 出てさ、もう非常につらかった。もう実況したいとしたいと思いつつね、結構非常に苦しんでおりました。でここからリンクさん出るともうすぐねここ入り口閉じてしまうので、ガチャンで敵がねこれいますから、これ倒しておかなければならなかったのかな。これ大丈夫？あ、ほらほら、あ、出る。やっぱりね、出れません。この敵をすべて倒さなければ出れません。というわけでやっていきましょう。もうここはカットするわけにもいかないんでね、やっぱ大事なとこなんで。よし、一匹死んだ。あ、これは取っとかなければ。よし。いいな。やっぱアクションゲームはいいですね。この臨場感というたまらんね。あ、危ねえ。よし、まず豚ちゃん2匹。買っちゃったぜ。動いてんのはあの鎧のやつなんだよな。始末していこう。あ、後ろからごめんなさいね。背中の傷は戦士のあれですよ、恥ですよ。おお、華麗に防ぎやがる。こっちだよバカ野郎。いきますよ。空手家かよほんと。よし、多分よし、そこ取れるか。物が取れない。ダメだ、こいつのクソ、やってしまうか。うわー、あ、一番大事なのが上にある。どうしよう、取れる。あ、取れます。リンクさん行きますかね。行った。よし、よかった。オッケー。さて豚ちゃん蹴り倒していきましょうかね。どうもこんにちは。集まってくるな。ん？結構早かった。軟弱者、この軟弱者。いやあ、ま、だから取りつ、あ、爆弾か。まあいいや。よし、どんどん買ってこうぜ。他にどこに隠れてやがる。こっちか。おいいよ。さあどんどん買ってやる。うおお、やばい、これやばいな。っていうか四面楚歌。あ、ダメだ、スカブった。やはりな、来い。おお、おい、知らん間に豚ちゃんが死んだぞ。何も攻撃しろないというのに。いけ、トン、いいですね。このコンボで、あ、やっていきたいなと思っていたんですけども。よし、もう順調に倒していけばもうすぐ済むはずだ。今3分経ちましたゆえ、もう5分までにはね全部借り倒したいところでござるね。よし、こいつから出てくるのは貴重なものばかりだ。取っておきましょう。もう消えるのが若干早くないかこのゲーム。オッケー、ドロップ率は上昇。すべて鎧を剥がしてしまったぞ。かわいいワンちゃんのおまみえ、おまみえ、どういうこと。方言ですよ。よし、オッケー。こいつはね、ちゃんと取っておかないと大回転切りができませんので。よし、で1階のやつは全部、おっとまだいたか。いきます。くそ、こいつニューガンダムで押し出してやる。光の彼方へ。どう、てかちょっと待てよ、こいつをあまり奥でやりすぎたらね、ドロップしたものが取れないかもしれませんので、慎重にやっていきましょう。よし、録画のあの表示している時間ではもう4分30秒過ぎました。5分まではさすがに無理だったが、2回もありますからね。じゃあサクッとやっていきましょう。もうね、あのできるだけ本当にカットはしないでおくようにしますので、ね。まあしんどいのとね、やっぱりもうカットばっかりじゃ中身がないでしょ。それじゃあね、やっぱり実況者たるものね、やっぱりサボりがちが、サボりがち、もうサボり癖がついてしまうのでね、
2匹1点。あ、下に落ちちゃった。くそ、軟弱者。あ、でも大丈夫、死んだか。オッケー。お前もそんなとこにいたら重力の渦に引き込まれてしまうぞ。このまま俺と一緒に体験突っ切る気か。そりゃごめんだぜ。ドアラクローズマイ。ああ、もうアルマゲドンのエアロスミスの主題歌が流れてきましたね。落ちてったぜ、ほんと。もう旗迷惑この上ない。あー、ゴルピーも取れなかった。やりすぎたかな。で、じゃあこっち行きましょうかね。よし、ぬるぬる動け。こっちは豚ちゃんか。3匹嫌がる。お、いいね。殴るな。オッケー、1ルピーゲッチュ。最後はお前だ、締めてやる。その前に、おっと、バカ野郎。おっ、バカ野郎。こいつ取れないかな。取れない。あ、ロンギヌス、ロンギヌス。でもこれ全部やったのか。それともまだこっちに残党狩りまだしなきゃいけない。でもいないですよね。もう物音一つ聞こえんぞ。もうこのガラスの中に、あの、なんかね、あいつ出てきたら嫌だぜ。よし、もういないでしょ、いないでしょうよ。ほらほら、もういないでしょ。こんな中から出てこないでしょうよ。オッケー。というわけで、もう多分終わったから、これ、あ、出れない。なんだと。いや、どこにいるんですか。あ、いや、物音が聞こえる。どこだ。いた。しかもまだ全然いた。うおー、弾かれる。そった、来いよ。よし、そのまま後ろ行きましょう。リンクさん、かなりおかしかったですよ。よし、完璧ですね。さあ、空手やるのかよ、俺と。オッケー。すかさず2匹目。焦りすぎた。あー、いや、はーん、ダメでした。アイテム取りに行ってきます。よいしょ。オッケー、さあ来い。行きます。すかさず後ろ、鎧を剥ぐ。よし、いかん、もう8分は使ってしまったぞ、このモンスター退治に。もうこの古いカイラル城から出る回にしようかな。やばい、ここはやばい。取れるか。最近ドラしねえな。あ、エロいか、弱いか。よし、オッケー。で、まず多分これで全て倒しましたから、うわー、出れない。ということはまだいるの。どこにおるんでござるか。うわー、豚ちゃん、どっから出てきやがった。てめえ、ふざけんな。なんかどんだけお前サーチしまくって。あー、もうすごい死んだし。あ、ほら、これでオッケーです。ね、しんどかったですね、ほんと。で、一応ね、こっちの方確認しておきましょう。まあ時間的にもね、もうカットとかしない限りはもう時間も有り余ってますしね。ここ見ときましょうね。あの、最終決戦の時にはここ使いますから。ここと使うというか、まああれですよ、あの、ここ通りますからね。で、あー、防御しててもこれダメか。で、この見えない壁にこのね、あの、阻まれて、まだこっち先には行けません。で、あの、奥にある、奥ですよ、あの、あ、ちょ、待て、待てって言ってんの。で、ダメない、できない。よし、あ、できる。よし、あそこの目の前にあるなんか黒い塔、あそこにね、最後行きますので。もう何ヶ月後になるかな。まあ1ヶ月後ぐらいにあそこ行っときたいですね、今から。普通にリアルのタイムで考えて。ふぅ、まあ動画のね、更新スペースペースは落としたくないので、もうジョンやっていきたい、やっていきたいと思います。というわけで出ましょう。もう赤シャチさんも結構心配なされてると思うので。赤シャチ、赤シジだろ。オッケー、もう出れますね。久しぶり、お前何もしてないからな。
さあ、しゅじゅ準備は整った。早く船に乗って来た道を戻り、魔獣島にいる妹を助けに行くぞ。急げ、せない。わかりました。次は魔獣島か。遅い遅い、行こう。よっしゃ、まずはね、一旦のお別れをしましょう。このハイラル城に、バイバーイ。うん、地上に戻ってきましたね。次は、次はね、この魔獣島に向かいたいと思います。魔獣島で合ってますかね。合ってるのかな。アガシャさん、ちょっと待って、聞こう。どうした、早く魔獣島、魔獣島か、よっしゃ。ちょっとね、魔獣島に行ったあたりぐらいで終わろう。ちょっとまあカットしますけど、ここはカットしますけどね。では Go to heaven, カッツ。いやー、はい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 、はい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 、風神発見、風神発見、風神か、これライチンか知らんけど見つけましたね。で、こいつをぶちまかします。この弓で、弓であいつをよーく狙って、よーく狙って、ほれ、当たる当たる当たる。で、何回か当てるとやばいぞ、これペース的にやばいぞ。あー、もうやばいんじゃないか。やばいやばいやばい、飲まれたくない、飲まれたくないです、飲まれたくないです、非常に飲まれたくないです。無理でした。もう弓の腕がもうないもんですから、もうこの音何、もうやばいやばい、もうすごく引き離された気がする。だこれはさすがにな、俺もう落ちちゃったな、落ちちゃった。ちょっと待って、待って、なんかポストが動いてる、ポストが動いてる。ちょ、こいつのね、吐き出された手紙の内容を見て今回終わりにしましょう。もう次回はね、もう勝手にもう魔獣とついてます。もうそったれ。よってマオニン、セナさんに手紙が1通届いております。1つ目の手紙でしょ。セナ元気にしてるかい、ばあちゃんのスーパー足りてるかい、今どこにいるんだい、案外近くにいるのかもしれないね。お腹を減らしていないかい、怪我をしていないかい、セナにはいつも苦労かけるね。ルピーは足りてるかい、少ないけどばあちゃんが稼いだルピーを送る。もうやめて、もうほんと、もうリアルのばあちゃんをさ、もう頭に思い浮かべちゃうからこういうのなっちゃうと思う。ばあちゃん、ばあちゃん、ばあちゃんはあんたやアリルさえいてくれたら何も言えないんだよ。二人とも元気で帰ってきておくれよ、ばあちゃん、ばあちゃん。泣きそう、もうほんと、あんなちっちゃい島でさ、もう何かさ、内職して頑張ってたんだろうね。20ルピーも本当にありがとう、大切に使わせていただきます。というわけで今回はこれぐらいにしときたいと思います。もうこれ以上してたら俺のもう鼻頭がもううにゃーなっちゃうから、もう、はい、それでは今回はここぐらいにしておきたいと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。もう今回ばっかり言っても、今回やろうが本当にもう今回。はよ今回。失礼します。